さんこんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みなりです。こんにちは。今日はですね、知っておきたいアスリートが血液検査でどんなことがわかるのっていうことですね、お話していきたいと思います。大事なお知らせがあります。いつもアスリート個別栄養サポートのチャンネルを見ていただいて本当にありがとうございます。ついにですね、年内12月3日ですね、栄養セミナーの開催が決定しました。そこでですね、皆さんこの日はですね、背を高く体を大きくということでですね、皆さんと一緒にレベルアップをしていきたいと思っています。体が細くてどうしたらいいのとか、偏食なんだけどうちの子どうしたらいいのかしらとか、背を伸ばしたいんだけどどうしたらいいとかですね、バテてしまって最後まで走りきれなくてとか、今ね冬練始まってるけど春に向けてどう準備しておいたらいいだろうとか、その辺りをね解決していきたいと思います。 YouTube とかとね違って、もっと具体的な、あまり公ではお話できないような内容も踏まえながら、皆さんとね一緒にレベルアップしていけたらなと思います。概要欄にセミナーのリンクを貼っておくので、ぜひぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらと思います。ではセミナーでも皆さんと直接お会いできるのを楽しみにしております。よくねこのチャンネルでも血液検査のお話をしているんですが、一体血液検査ってどういうことを調べたらいいのとか、そんなお話をねしていきたいと思います。まずですね、栄養的に見るのと病気の判断をするっていうのはまたちょっと違ってですね、私たち管理栄養士は栄養的な状態、ビタミン何が足りてないのか、ご飯量やタンパク量はこの状態で大丈夫なのかとか、そういうところを見ています。なので病院で血液検査をしてきてもらった後、情報をいただいて、そこで私も含め管理栄養士がチェックをかけて、栄養的に何が足りていないのかっていうのを見ていきます。そこで貧血の状態であったりだとか、アスリートにとっての貧血の状態ですね。普通の人とアスリートの基準全然違うんですね。値がすごい多くなってるんですが、アスリートにとったら逆に低いっていうこともあります。これだとちょっと危険だねみたいなこともありますし、まあ、逆もしっかりですね。であとは栄養状態、ご飯量やタンパク量がこの状態でいいかどうかですね。以前もねご紹介してるかと思うんですが、よくあるのが理論値で増量期 2g ぐらい体重あたり食べているけど、それでも足りない選手もいれば、それだと過剰な選手もいたりします。体の吸収とかね状態によって違ってくるので、ここは本当に血液検査の状態も見ながら必要量を出していっています。なので増やそうかとか減らそうかとか、この状態でいいかなとかっていうところをチェックしています。でここが不足しすぎることによって、やっぱり体脂肪率上がってしまったりとかですね、そういうことにもつながってくるので、ちょっとねここら辺チェックが大事かなと思います。であと内臓疲労の状態、胃粘膜の状態がどうなのかとか、肝臓の状態どうなのかとか、内臓の状態、あと筋肉の疲労具合がどうかとか、一番大事な身長の伸び方ですよね。今のこの状態だと年間どれぐらい身長が伸びるのかとか、そういったところも血液検査で分かってきます。今ってすごいですよね。私も知りたかった。うちの子身長伸びれるかしら、ずっと不安になるんじゃなくてですね、あ今これぐらいだからじゃあこういうことを頑張ろうって、お母さんのせっかくのその気持ちをね、ぜひぜひもっといい方向にね向けていただけたら、もっともっとパフォーマンスって上がっていくんじゃないかなと思います。あとホルモンの状態とか睡眠の質だったり、どの栄養素がね不足してるか、ビタミン E が足りてる足りてないとか、そういったところもね見ていきます。胃酸の状態とか、あと体が大きくならないとか、何か体がだるくてとか出やすくてとか症状がある場合ですね、そういったところの原因を突き止めていくっていうところも大事な要素になっていくかなと思います。血液検査って結構表の状態なので、もっと深いですね細胞レベルの状態、ミネラル検査とかも活用しながら、アスリート個別栄養サポートではパフォーマンスアップを目指していっております。ぜひぜひね気になる方は概要欄に LINE の追加方法があるので、ぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらなと思います。このチャンネルがちょっとでもいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。